仙台市内上空、少し日差しは出ているんですけれども、全体的には雲が多めとなっています。天気図を見てみますと、秋雨前線が今日は宮城よりも少し南の東北南部のあたりに停滞しやすくなるんですね。このためですね、県南部では明け方まで雨が降ったところがありまして、大川町のけいちゃんさん、午前6時半過ぎ雨が上がりましたといただきましたが、こうした県の南部、この後正午頃からまた雨が降りやすくなってきそうです。県の北部では晴れ間もあって最高気温30度くらいまで上がるでしょう。